東明寺は学生。新末の官僚、紀州省純義出身。1849年、巨人となる。湖北府政治となった父の東寿義に従って、湖北省に赴き、今区で太平天国軍からの防衛の指揮に当たった。父の戦死後は、故郷に帰り、意外を埋葬した。その頃、紀州省では、洋をの放棄があり、 と、東明は断連を率いて、防衛に当たった。その功績で、南京県知見に任じられ、四川省に赴任した。1856年、李英和と愛朝柱の放棄が起こり、四川省は、騒然となったが、と、明は兵を訓練し、放棄軍との戦いに当たった。1858年、面州で、包囲されるが、3ヶ月にわたって守り抜くことに成功した。 1862年、太平天国の石立海軍が、州を包囲したが、留学省の将軍と共に撃退した。翌年、大都下で、石立海を破って捕らえた。この校で、推定地府となり、書院の設立や、悪法の改善に取り組んだ。1867年、四川総督高史実の命で奇襲省に赴き、豪軍を鎮圧し、動員に昇進した。 1882年、長のほら、イリ林の推薦で軍事に明るいと明は、雲南不正史に抜擢され、さらに、雲南巡部に昇進した。しかし、清仏戦争の際、前線に赴く途中で、和平がなったとの誤報を耳にして引き返してしまった。この件によって、巡部を解任された。その後、正し弁雲南公務となり、雲南省の工業の振興に尽力した。 1905年引退、死後、大使商法を送られた。ありがとうございます。